今回僕は星くんってこんな子っていうような題名で僕について少し皆さんに知っていただけたらなと思って喋っていきたいなと思ってます。まず簡単に僕のプロフィールについて説明していきたいと思います。1997年6月25日生まれ、今年23歳になります。兄弟はお姉ちゃんと妹がいて、僕が真ん中で女の子2人に挟まれて育ってきました。サッカーを始めたのは南川市第二中学校っていう、まあ、その中大連のチームで始めて、で矢板中央、駒沢大学を終えて今横浜市に加入してます。僕がサッカーを始めたきっかけは、小学校の頃はまあサッカーをとかやることなく、まあ普通に遊びでサッカーやったり、まあサッカー見たりはしてたんですけど、まあそれよりもなんか普通に外で虫取ったりカードしたり、万博に遊んで一日外で遊ぶみたいな感じの子で、あんまりスポーツとかはやってこなかったです。でも小学校仲良かった友達がみんなサッカークラブに所属してて、でそのまま中学校部活入るって言ってたんで、でそれでまあ僕はバスケとサッカーの2択で、で当時僕本当人見知りすごく激しかったんで、それでちょっと一人になりたくないなと思ってみんなと一緒にサッカー始めたのがきっかけです。それで高校上がってちゃんとプロサッカー選手目指してやるようになりました。と僕のプレーの特徴は身体能力であったり、高さ、ヘディングとかの高さ、強さ、対人などを見てほしいなと思ってます。僕の今シーズンの抱負はとにかくチームに貢献できるように毎日一生懸命頑張って手を抜かずにやり続けることを目標に頑張ってやっていきたいと思ってます。そして試合に出て活躍していけるように日々努力していきたいなと思ってます。今自粛期間で僕料理とかも結構作ったりしてて、最近は自炊などにもハマったりしているので、なんか皆さん簡単に作れる料理とかあったら教えてください。ぜひお願いします。僕はそうですね、ヤベッチ、マデジッチで皆さん見ていただいた通りの、まあこういうキャラクターなんで、まあ、今回もちょっと一発や二発入れたいなと思っているんですが、あんまり期待しないで見てください。お願いします。一発切りいきます。アルプスの少女ハイジ。クララが立った、クララ、クララ、クララ、お前やればできるよ。お前最初からやれや。クララお前やったら、クララお前やったら。以上です。今こうやってコロナウイルスでいろいろと大変ですが、今しっかり我慢してみんなで手洗いうがいなどをし、しっかり予防して、また笑顔でスタジアムで会えるように、今しっかりみんなで耐えて頑張ってやっていきましょう。これからも応援よろしくお願いします。